芸人方のこの時代、一流のネタを持っている、見てさえもらえれば。そんな思いのまま事務所の片隅でくすぶっている彼らを、激安価格でおなじみの家具アウトレットのメガマックスが一括仕入れ。今回仕入れた彼らは本当にネタが良くてギャラがお手頃なアウトレット芸人なのか。それでは2分間の真剣勝負開幕です。目指せアウトレット芸人4。メガマックス公認アウトレット芸人か否かを審査するのは、ここ千葉ニュータウン店特設会場に集まった5名のお客様審査員。制限時間2分を超えたら失格。それでは今週も行ってみよう。落語、漫才とハイレベルなスキルを持つ実力派コンビ、魔石芸能者所属、カントリーズ。僕結婚したいんですけどね。結婚したい、ちょっとなかなかできないですよね、やっぱね。あー、なるほどね。やっぱね、なんで結婚できないの。やっぱこう出会いがないですよね。出会いがない、出会いがないのが結婚できない理由だと思ってんの。いや、そうです、やっぱ。でも出会いがないって言うけど、はい、世の中には女の人いっぱいいるじゃん、だって。まあね、なんで出会いがないの、そうだって。いや、まあ、そもそもこう出会うチャンスがないんだな。出会うチャンスがない。そうそうそう。でも自分から出会いに行けばいくらでもチャンスなんてあるじゃん、だって。いや、まあまあそうだけどね。本当にさ、結婚できないのが出会いがないと思ってんの。いや、思ってるよ、そりゃ。いや、それ以外に原因があるんじゃない、だって。いや、ないよ、これ以外に。いや、それ以外に絶対あるよ。いや、本当ねえから。だって出会いがないと。顔が悪いのが原因だよ。顔が悪い。そうだよ。それが原因だと思ってんの。そうだよ、うるせえな。でもさ、江澤さんお父さんいるじゃん。いるよ。ね、お父さん顔どう。いや、似てるよ俺。似てるよね。ああ、じゃあお父さんの顔見てどう思う。ブサイクだなと思うよ。思うよね。思うよ。でもそんなブサイクでもさ、お母さんと結婚してるわけじゃん。でしょ。だから別にブサイクだって結婚はできるんだよ。じゃあデブだからだよ。だからデブだから。そうだよ。じゃあデブだっていうのが原因なんだ。そうだよ。もう、でもさ、お相撲さんとかすごい太ってるじゃん。でも綺麗なおかみさんとかさ、ね、彼女とか付き合ってる人いるでしょ。いるやん。別にプロレスラーだったら。じゃあ全部だよ。全部悪い俺。全部悪い。そうだよ。全部悪いのが原因なんだ。そうだよ。もう、じゃあなんで最初に聞いた時にさ、全部悪いって言わないで出会いがないって言ったの。いや、強がりてえからだろうよ。いや、プライドがあんだよ、こっち側にも。いや、いや別に俺はさ、ね、真実を聞きたいだけで、ちょっと強がりなんか聞きたくないんだよ、俺は。せえな、めえ。でも俺今いろいろ聞いててさ、顔が悪いとかさ、太ってるとか言ったけど、俺一番悪い原因って多分性格なんだと思うんだよね。うん、やっぱさ、そうやって隠し事したりさ、人に嘘ついたりしてさ。そうでしょ。自分の欠点を言うことって別に悪いことじゃないから、もっと素直になった方が女性もあの人素敵だなって魅力があるなって。いや、丸め込んでんじゃねえよ、めえよ。お前に何が分かんだ俺の。どうもありがとうございました。それでは判定をお願いします。はい、どうぞ。おお、いつということでアウトレット芸人認定です。今度、カントリーズが、ライブをやりたいと思います、あ、やりましょう、はい。タイトルは、不整脈でもへっちゃらライブってなりますので。やらないから、そんなの、ぜひ。俺不整脈持ってるけど、皆さん見に来てください。誰も来ないから。よろしくお願いします。メガマックスではさまざまなセールスイベントを開催。皆様のお越しをお待ちしております。詳しくはメガマックスのホームページをチェック。次回のメガマックス公認アウトレット芸人にチャレンジするのは、シティホテル3号室。乞うご期待。